どうも、ホエルズでーす。イエーイ、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 今時男性女性みたいな時代でもないんだけど、はい、自分が異性だったら、はい、これをやってみたかったなみたいなこと。うわ、ちょっと待って、なるほどね。あるかな、はい、考えたこと。いや、私は、うん、もし男性に生まれてたら、はい、ヒッチハイクで日本一周とかしてみたかった。あー、仮想っぽいわっていうのがあるんですけど、はい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 、どうかなと思って。めっちゃいいと思います。じゃあ、タイキさん、はい、僕の場合は女性なのにめっちゃスラップするみたいな、逆にこう女性だからこその目立つみたいな、ちょっとやってみたかった。ダーホンやりたいな。ダーホンやりたい。モテです、ね、女性でやることと男性でやることでちょっと、まあ、それだけで違うじゃん。はい、うん、なるほど。めちゃくちゃわかる。面白いなと思って。じゃあ高木さん。うわ、全然、いや今日きついな、全然思いつかない。なんだろう、女湯に入って。それ多分自分が男の記憶引きずる。面白くないと思う。全然思いつかん。全然思いつかん。全然思いつかんが今日の答えです。わかりました。タッチャンも聞いてみよう。これ、はい、あれじゃないですか、あのイケメン振りまくりたいです。わかるな。美女に生まれる前提で、ね、前提でね。あ、もうそこはもう理想の。すごいな、よくその思いつくな。ちょっとじゃあバーチも聞ける？バーチも聞いてみよう。はい、大学のサークルの絆を壊しまくります。はい、というわけで、はい、終わりでーす。ありがとうございました。